こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、違いをもたらす違いというテーマでお話ししようかと思います。この違いをもたらす違いっていうのは、私がネットビジネスを始める前に、このネットビジネスの、ね、先生に教わった言葉だったんですよね。何が違いをもたらす違いなのかと言いますと、例えばね、こういう話があるんですよ。ネットビジネスで成功するためには、コツコツと続けることが大事って言われますけども、じゃあどのくらい続ければいいのかなってことなんですよ。これがね、分かっていればみんな続けるんですよ。ね。で、私で言うと YouTube の動画アップロード本数が、1万本以上あるわけですけども、じゃあね、1万本やって、売り上げがいくら出るのかなとか、じゃあ1000本やったらどうなのかなとか、3000本やったらどうなのかなっていうふうに考えちゃうと、これはね、アウトなんですよ。違いをもたらす違いってのは何かっていうと、もうすでにね、もう最初から考えてることとかやってることが違うんですよね。具体的に何を言うかというとね、花屋良吾さんがこの前言われてたように、プロってここまですんの?みたいなことなんですよね。マジシャン同士でパッと会った時に、どのぐらいの格の違いがあるか、お互いにどのぐらいね、相手のことを、値踏みしてるのかってことなんですけども、私は麻雀でちょっと例えましょうか。麻雀で例えるとね、もうすでに、店舗に入ってきた時からも違うんですよね。店に入ってきた時の態度、それから持ち物、これによって熟練度はもうほぼ決まってます。座り方とかね、それからグラスの使い方とかね、オーダーの仕方とか、両替の仕方、これ全部違うんですよ。もうね、ベテランというか、きちんと勝ててる人っていうのは、負けた時のことをちゃんと考えてるかなっていうのも一つだし、何にしてもね、動作がね、そつなく、早いですね。何にしても。それ綺麗なんですよ。で、麻雀で例えると分かりにくいかもしれませんけども、私は中学の頃は空手をやってたんですね、中学高校と。で、極真空手をやってる時に、道着の付け方でもうレベルが分かるっていうわけなんですよ。あとは多少ですけども、元気な中高生生活を送ってましたんで、大体ね、着こなしで、この喧嘩のレベルも分かるんですよね。短歌の使い方とかね、度胸の度合いが分かるんですよ。どんな単価を切ってくるのか、どんなハッタリをかますのかによって、大体、もうお互いのレベルが分かるんですよね。で、ここでちょっと面白いエピソードをさ、紹介しましょう。それはね、高校の2年生だったんですけども、修学旅行ですよ。修学旅行で、あちこち行くじゃないですか。その時は確かね、黒部ダムに行った時だったかな。黒部ダムから上がってきて、どっかのお土産物屋さんで、他校もいるわけですよ。なんかその時は東北から来たどっかの学校だったと思うんですけども、わかんないですけどもね。ちょっとしたいざこざが起きまして。で、私はそこに現場にいなかったんですけども、いざこざが起きたところから伝令が走ってきてね、おい、久保、ちょっと来いっす、始まったぞっていうわけですよ。お、始まったって言えばこれ修学旅行名物、どんつき騒ぎかなと思いまして、行けーって集合するんですよね。で、違いをもたらす違いなんですよ、ここで。ね。急いでパーッと走っていくやつは、これは、離れしてないやつなんですよ。で、ちゃんとわきまえてるやつってのはね、近くのお土産物屋さんで、こう、木刀を買っていくんですよ。木刀を買って、こうやって担ぎながらね、俺やって現れるんですよね。で、ハッタリをかますんですよ。これでバンバン殴らないんですよ。木刀持ってるやつは、大体ね、脅すだけでやらないんですよ。危ないですからね。本当頭かち割っちゃったら、シャレになんないんで、だから木刀を持って集合するんですよ。で、私はね、どっちかっていうと、木刀買っていくのはちょっと遅れちゃったんですよ。で、木刀ないじゃん、ないじゃんと思って、その時に私の血柄を持たす違いなんですけどもね。孫の手があったんで、孫の手を買って、これくれっつって800円かなんかで買ってね。で、わーって駆けつけたんですよ。で、もう、その、乱闘は始まってるんですよね。おりゃーみたいな感じで。乱闘って言っても10人対10人みたいな大規模なやつじゃなくて、なんかほとんどはね、ムラグラ掴んでるぐらいで、本当にこう、蹴り上げたり、殴りやったりしてるのは、本当に2、3人なんですよ。2、3人対2、3人がこう、小競り合いをしてて、それ周りを通り囲むにして、ね、どっちかっていうと壁みたいな感じで、なんかね、警察の方がいらっしゃったり、どっかの先生らしい人が来たら、逃げろみたいな感じで、ね、壁を作って、当事者を見せないようにする、その役割があるんですよね。そんな感じで、やっていたんですけども、私は孫の手を持ってってですね、で、孫の手で、ほら、どけーみたいな感じで、こう、かき分けて行こうとしたら、孫の手じゃないですか。なんだそれやみたいな感じで、みんなでね、おかしくなっちゃってね。で、孫の手、したら、
ゴムがついてるから、痛えみたいな感じでね、ちょっと、お互いに笑いが出てしまって、ああ、なんかね、こう楽しい雰囲気になったなっていうところですよね。いや、私はね、真剣にね、ここでね、一旗あげようと思って、暴れに行ったんですけども、思わず木刀がないんで、孫の手を買ってったのがね、私のね、もうドジった青春の思い出かなと思います。っていうことなんで、そのね、輝かしい武勇伝って私あんまないんですよ。ね、なんかね、勢いに任せて飛び込んでいくんですけども、なんかずっこけちゃうみたいなことが多くってね。で、お笑いばっかりなんですけども、まあですんでね、あんまりこう、目立ったようなことはないんですけども、まあそういうふうなね、違いをもたらす違い。何の話してるんですかね、これ。はい。じゃあ、本当に違いをもたらす違いの話しましょう。ネットビジネスで何が違うかっていうと、まずね、まあ、ブログで始めたんですけども、ブログで、何をしてるかっていうとね、違いをもたらす人っていうのは、まあ、なんていうのかな、毎日書くんですよ。それで毎日同じ時間に更新します。まあ、いわゆる、笑っていいともと同じなんですよね。だから、毎日同じ時間に更新することによって、信頼を勝ち取ろうとしてるんですよ。気が向いた時だけ書くとかね、書けるときは10記事書くけども、書けないときは2、3日書かないとかっていうことではなくて、書けるときにはストックしておいて、同じ時間にタイマーを設定しておくみたいなね。そういうふうな予約投稿をしておくとかして、やっぱり安定的に同じ時間にポン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 と発信することによって、その時間にアクセスできる人が寄ってくるわけなんですよ。で、そういうふうな形で PV を集めてたかなと思います。それが多分ね、成功するための違いをもたらす違いで、うまくいってない人っていうのは、これをね、書けるときに書いて、書けないときに書けないみたいな感じになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。もしくは、無理やり書いて、変な記事になっちゃうとかね。私の場合はコンスタントに60点から70点の記事でいいからコンスタントに毎日書くようにしてましたね。で、今はまあ YouTube は一日中上げてるって感じですけどね。それからこれはどっかで話したと思うんですけども、プロ野球のね、掛布さんっていうプロのこのバッターがいるんですよ。すごく打つ人がね。で、島田紳助さんと雑談をしてるときに、掛布さんって一日どのぐらい練習するんですって話になって、まあ練習はいろいろするんですけども、だいたい素振りを500回ぐらいしますねって、してないことはないですねって言ったら、島田紳助さんが、そんなにするんですかって、すごいですね。それは努力の賜物じゃないですかって言ったら、そしたら、掛布さんっていうのがね、笑い出してね、紳助さんと、プロになったら誰でも500回ぐらい素振りしますよ。これって努力っすかねみたいなこと言うわけですよ。で、私は思ったんですよ。間違いなくプロになってる人で、今も昔もね、素振りを毎日500回以下の人でプロになるってことはないと思いますね。で、今朝なんですけども、思い出したのがね、ブロガーのマナブさんって方が最近 YouTube で発信してるんですけども、マナブさんって、ブログのコンサルもしてるんですが、その中で紹介したのが、だいたいブログを300記事ぐらい書いたら、月収が2万とか3万になってきたとか言うんですよ。で、質問された方は、もうちょっと効率よく、ブログで稼ぐ方法ないですかって言われたんですけども、いや、それはないんじゃないですかと。で、逆に聞きたいけども、300記事書かないで安定して収益を上げる方がいたら見てみたいですよっていうふうに、学ぶさんの立場で言うんですよね。トップブローカーの立場で。で、まさにそうだなと思いますよね。だから、このネットビジネスに強いて言えば、YouTube の動画をね、1000本2000本上げてない人がどうやって稼いでるのかなと、そっちの方が不思議ですよ。だから、数百本の記事を上げて稼げませんっていう人の話は全く聞くに値しないかなと思います。で、麻雀のプロもそうですけども、こう、手積みでね、山を作るのに、まあ、一山作るのに15秒すら切れない人は、まあ、麻雀で勝つことはできないんじゃないですかね。それだけ手が動いてないってことなんですよ。まあ、マジシャンでもそうですけども、この片手ファンができない人がマジシャンできますかってことなんですよ。パームとかできない人がどうやってね、マジシャンになるんだって話ですよね。だからそう考えると、基本動作ってもう最低条件なんですよ。FX の基礎講座も今やってますけども、今日は逆田語法が完了して課題がどんどん出てるんですけどね。いや、このレベルをやらないと、実際の勝負で勝てないですよ。だからこの辺で火こらして、大変ですとか言ってたら、もう FX はやんない方がいいなってことですよね。で、課題を出すに至らない方、もうね、諦めちゃってる方、この方ももう FX の世界では無理だなと思いますよね。で、やっぱり FX の世界で勝つ人って、それぐらいの苦労を苦労と思ってない、まさに苦労とが集まってるわけなんですよ。絶対叶わないですよ。FX をね、仮にも私みたいに、はい、FX のね、相場解説を毎日、4年間毎日やることを何とも思ってないような人が、私みたいなのがね、FX の世界にはいるんですよ。だからそれすらできない人ってまず叶わないですよね。勝てないと思います。まあ、ですんでね、
玄人っていうのは苦労を苦労とも思ってないから玄人って言いますし、素人は大変さを知ろうともしてないから素人なのかなっていうところですね。それでは明日よろしくお願いします。ありがとうございました。